リングコン、レッグバンド、左右のジョイコンを用意しましょう。レッグバンドの準備です。画面を見ながら装着しましょう。レッグバンドに左のジョイコンをしっかりと奥まで差し込みましょう。椅子に座ります。もう始まってんじゃん。あ、ええな。レッグバンドを左の太ももの中心に合わせます。中心からずれないように注意してください。バンドを太ももに巻きつけます。先端を縦長の穴に通します。バンドを伸ばし、右側に引っ張りながら先端を貼り付けます。レッグバンドが装着できました。バンドが緩い場合は締め直してください。モフさんとカズヤンアイスナウライブストリーミングリングフィットアドベンチャーシャープ1 74kg スタート。体重にドクターストップです。リングフィットアドベンチャースイッチ。カチッと音が鳴るまでスライドさせましょう。リングコンの完成です。もう一回説明してくんねえよ。で、急に始まってんだもん。私より軽いじゃないですか。おはようございます。俺身長はそんな高くないんだ。これも結構やばいっす。コントローラー更新なんてか、起動したらいきなり始まってんだけど。164で80キロ近いです、私。あ、それも結構やばいっす。人生が嫌になりますね。そうだ。いや、もう最近ね、汗とね、息切れがやばいんです。過去最高で太りましたね。テレワークで運動してねえから。運動っていうか散歩すらしてねえから。やっぱ通勤の朝歩く距離って結構大事だなと思った。あれがあるかねえかでだいぶ違う。外出なくなりますものね。そうですね。多分コンビニ行く距離とか、ちょっとした店に行く距離ぐらいですか。コンビニ行っちゃうとビールとか買っちゃうしや。俺飲み物買っちゃうんで。結構最近飲み物で太ってる感じもします。お、更新完了しました。まあ装着ガイド、レッグバンドのポケットに入れてください。これはやった。パッと動かないでください。認識してねえのかな。いや、ついてるかな。リングコン、レッグバンド、
左右のジョイコンを用意しましょう。もう一回説明聞くか。じゃあ、思います。リングコン、レッグバンド、左右のジョイコンを用意しましょう。レッグバンドの準備です。画面を見ながら装着しましょう。向きは上にボタンの方も。レッグバンドに左のジョイコンをしっかりと奥まで差し込みましょう。椅子に座ります。椅子に座ります。レッグバンドを左の太ももの中心に合わせます、中心からずれないように注意してください。バンドを太ももに巻きつけます。こうか。先端を縦長の穴に通します。バンドを伸ばし、右側に引っ張りながら先端を貼り付けます。レッグバンドが装着できました。バンドが緩い場合は締め直してください。太ももの中心に装着されていることを確認しましょう。続いてリングコンの準備です。右のジョイコンをスライドさせリングコンに装着します。カチッと音が鳴るまでスライドさせましょう。リングコンの完成です。で、あ、いったいったいった。オッケーオッケー。ちゃんとつけねえとダメなんだ。リンクの平らなところに置いてしばらく静止してください。嘘を起こして。リンクを押し込んでください。で、押し込んでスタート。ジョイコンの表面が見えるリンクを持ってください。サマープレイするときは放射ボタンを必ず競ってください。十分な準備運動を行っていましてねえわ。無理のない範囲でプレイしてください。強い痛みや異常を感じたらすぐにプレイやめてください。多分アドベンチャーが多分ストーリーをシナリオ付きのやつです。反対世界を冒険しながら食べてすげえ、回転させて移動させる。リズムゲーム、豆知識。よいしょ。じゃあアドベンチャーにしましょう。はい。十分なスペースを取った。やる大丈夫かな。さっき掃除してスペース取ったんで。こんにちは。いやー、これ立ってるから見づれーな。リングヒットアドベンチャーよ。これから冒険をしながら楽しくリングヒットを目指していきましょう。ちなみに、
最初の目標は今74なんで、まあ69あたりにしましょう。食事制限をなんとか考えてないので、まあ、これをクリアするぐらいに、どれぐらいになってるかっていうのは、まあ気になってます。突然ですが、リングフィットネス、それで大切なことがあります。それは正しい姿勢のことです。同じストレーニングをしているつもりでも、姿勢を間違えると効果が発見です。では、ここで正しい姿勢のプロをお見せしましょう。紹介します。みぶりさんです。みぶりさんは正しい姿勢を実践してくれます。正しい姿勢を身につけると、より質の高い効果が期待できます。みぶりさんを真似して効率よくリングフィットネスしましょう。まずは基本操作を練習してみましょうか。みぶりさんを真似してカーソルを上下させてできたら選択しよう。もう一度カーソルを動かす。ああ、こうブッて揺れるんだ。上に持ってくると。なるほど。この状態で押せる。基本操作はバッチリ。リング操作がしづらいときは、マルティックと、十字ボタンでの操作もできます。それではあなたにやった運動負荷を決めたいので、いくか質問させてください。これめんどくせえな。男性。これ女性が上に来てるってことは、女性向きなんだ。次はあなたの年齢を教えてください。これどうやって？やりづら。やりづら。動かねえじゃねえか。コントローラー使うしかねえの。入力 A って書いたんじゃねえか。地味な。そしてやってみるか。ケロって言いやがった。X をしたらいいけど、あーそういうことか。横向きだからか。なるほど。いやースイッチわかんないっすね。じゃあこうして41、はい、41歳ですね。はい、同年代と比べるとあなたは普段どれぐらい運動してることですか。全
全然運動してないです。どれくらいハードなフィットネスを求めますか。しっかりぐらいだと思うんだけどね。ガチンコでもいいと思う。ハードなほど体への効果を期待できる。ガチンコですか。はい。かなりのきつさはね、覚悟を持っていますよ。その分高い引き締め効果みたいな。うわ、最低。頑張りがちそう。なるほど。あなたのことが分かってきました。運動負荷の計算値。あなたに合った運動負荷を設定しました。きつすぎたり楽すぎたりしたら、毎日調整しますので安心してください。また体重教えてください。はい。ああ、間違えた、間違えた。同じよ。次は運動モードの選択で。リングフィットネスはその場でジョギングを行いますが、足踏みの振動が気になる場合はサイレントモードでし、通常モードを設定しました。前目にレースも変更できます。次はリングコンとレッグバンド、あなたの力に合わせ調整しましょう。あなたの押し込む力、引っ張る力に合わせてヒットですね、最適なリングコンの力設定を行います。はじめ押し込む力の測定です。これから上司されるお手本の真似をしましょう。リングコンを両手で持ち、前に向けましょう。全力でリングコンを内側に押し込んでください。全力なんか。続いて引っ張る力を測定します。表示されるお手本の真似をしましょう。リングコンを両手で持ち、前に向けましょう。全力でリングコンを左右に引っ張ってください。 OK です。強さマイナス91ってのよくわかんないけど、あなたの力の強さに合わせてヒットネスの最適なリングコンの力を設定しました。次はあなたの走り方に合わせてヒットネスに対してレッグアンドの設定を行います。まずは軽めのジョギングの測定です。左足の太ももにレッグバンドをしっかり巻かれているか確認し、これから表示されるお手本を真似しましょう。足を軽く開いてまっすぐ立ちましょう。その場で軽くジョギングをしてください。うん、これジョギングあるんだ。続いて速いジョギングです。レッグバンドがしっかり巻かれているか再確認し、表示されるってことまでしましょう。足を軽く開いてまっすぐ立ちましょう。その場で早めのジョギングをしてください。OK です。いや暑いんだよ。エアコンついてんだよ。よし。なお、これらの設定は前右で入れていきます。お疲れ様でした。さあ、最後に大事なダイナミックストレッチです。運動する前にダイナミックストレッチをする。ダイナミックストレッチとは全身を大きくリズムが動かしです。マストレッチで。筋肉の温度を上昇させ、関節可動域を広げることで運動前のウォーミングアップに適した効果が得られてされています。何で文字がちょっと小さくなるしていれば静止してゆっくり伸ばすものイメージなんです。そのようなステッチは運動後には有利です。運動前に行うとパフォーマンスを落としているというそれに比べて身振りする。聞いてますか。実際やってみた方が早いです。勝ち目は難しいかもしれません。身振りさを真似してやってみましょう。今からダイナミックストレッチを始めます。身振りさんは鏡に映った自分だと思いましょう。それではミュージックスタート。身振りさんに合わせて動きましょう。3、2、1。はい。膝を交互に上げリングコンにタッチしましょう。前かがみにならないように気をつけましょう。ラスト1回。はい、OK です。次はかかと上げストレッチ。
内くるぶしを上げてリングコンにタッチしましょう。いいな、これくるぶしが上を向くように意識しましょう。ラスト1回、はい、OK です。続いて背伸ばしストレッチ、大きく踏み込んで腰を落とします。膝が前に出すぎないように気をつけましょう。配信でやってる人の映像を見ながら少し真似してみたことありますけど死ぬかと思いました。いや、きついですね。ラスト1回ずつはい、OK です。最後は足を開いて体側ストレッチ、リングコンを持ち上げて体を横に倒します。体が後ろに反らないように注意しましょう。これは全然いい。息を吐きながら体を倒しましょう。ラスト1回ずつ、お疲れ様でした。よし、もうすでにヘトヘトなんですけど、ダイナミックストレッチお疲れ様でした。ちょっといや、しゃべるのしんどいから普通に行きましょう。はい、OK です。見た目は決めて動きやすかったです。はい、あ。やっぱり作るんだ、どっか。そうですか。座ってやろう。こっちは女性。すごいな。これぐらい十分だ。面の色は本当だし。見た目変えらんねえな。行こう。これかアドベンチャーの世界に入れたらオープニングムービーがあるんだ。オープン。いい休憩だね、これ。5分。あ、次は。なんだ、ムービーだ。ボイス好きじゃねえのかよ。お前だ、カズヤ。こっから俺を出してくれ。このままでは世界は大変なことになる。始まってきっぽいけど、これがアピアクなんだ。まんまと騙されて間抜けなやつ。それにしても忌々しいリングにこの俺はあんなところに閉じ込みやがる。俺の力はもうすぐ完成、もう誰にも邪魔させない。待て、ドラゴン。急に喋った。ああ、驚かしてごめんよ。急にボイスがついた。あいつはドラゴン、闇のオーラを放つドラゴン。まさかあんな力が残っていたなんて。僕はリング。
あいつの放つ闇のオーラはいろんなものを狂わせるんだ。このまま放っておくと世界が闇のオーラに包まれ大変なことに。ただもう僕だけの力では。ん？君は心人間じゃなさそうだね。でも、なかなか。出会いとトレーニングは場所を選ばず。僕にちょっと右手をかざしてみてくれないかな。右手の親指の腹を図の位置に軽く押し当てましょう。軽く押し当て強く押す。測定しています。そのまま動かさないでください。こんなんで測れるんだ。すげえ。あー、この右のやつはセンサーになってるんだ。左のやつか。まあ高血圧なんで脈が高い。これで僕らは一心同体。さあドラゴンを追いかけよう。え、もちろん一緒に行ってくれるよね。主人公乗り気じゃねえんだ。君が運動すればするほど僕らはシンクロし、髪の炎が燃え上がるんだ。これからよろしく。ワールド01始まりました。ワールド形式。あーなるほど、マリオとか見てるね。ドラゴンね、あんなとこでも大丈夫、筋肉厚いうちに。うん、カズヤンと僕はすぐにたどり着ける。びっくりが出てる場所に向かおう。ドラゴンからなるとないヒント。こんな紫色を覚えてる。あれはここの隙間に入り込み、ヘアドンシーンを持ってるんじゃないか。だから僕らは一刻も早くドラゴンを止めなければならない。あ、ごめん、いきなりこんなこと言ってるよ。カズヤもまだ不安だと思うとき、さあ僕がしっかりサポートするか安心して。経験値式だ。とりあえずやってみる。あ、レベルがあるんだ。レベルの概念がある。なるほど。ゴールを目指す。走るのか。さあ、行こう。この先に扉があるから、まずはそこまで行ってみよう。僕を押し込んでみてよ。空気砲は左右に向けて撃つこともできるよ。そして、あ、あらか。狙いにくい時は照準がずれてるかも。僕を下に向けると元に戻せるよ。扉が見えてきたね。うん、いいよ。
おいいね。お、段差があるね。僕を下に向けて押し込んでみて。そう、いいよ。仕込むんですよ。いやー、モスさん邪魔して。よし、にゃんこも一緒に運動 W。 いや、俺は噛んで痛い。赤赤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 痛い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 痛むな。あ、ちょっと待って。僕を左右に強く引っ張って全部吸い込んじゃおう。引っ張る、引っ張るんで吸い込む。そう、その感じ。さあ行こう。よし。オッケー。ゴール。さあ、ビクトリーポーズでこれまでの運動をエクササイズポイントに変えよう。ま、ビクトリーポーズなんてあんのか。腰を下げてスクワットパワーを貯めて、全身を伸ばして、ビクトリー。ビクトリー。いや、少しやめましょう。痛い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 軽い運動。あとは年齢をコールしている。余裕のある強さ、脂肪燃焼のやつなら運動感を上げてみました。ちゃんと走れ。評価が厳しい。あら、がっつりモード。どうした？どうした？彼氏無理だ、噛まれる。いや、何らかしら邪魔してくるとは思ってたけど。よし、なるほど。あれで415m 走ったことになってた。いや、なかなかいいっすね。いいね。こんな早くこの世界の時間ってびっくりしちゃったよ。さあ、習いより走りだったりして、そしてどんどん先に進んでいこう。休憩しましょうとかね、僕。しかもレベル3になってんの。全然レベル足りてねえんだけど、大丈夫かな。まあ、行きますよ。そうやったらドラゴンのところにたどり着けるとは思えるね。よし、そうそう、今日式面してる。すげえ経験値くるよね。4分。あ、これも 500m ぐらいか。ゴールを目指す。
僕を下に向けて押し込み続けてみて。オッケー、イエス、ナイス。あ、動いてね。距離あるな。ゲット、やっぱりインパンプあるので。やっぱり現れたね。やっぱり現れた。ドラゴが生み出した魔物にはフィットバトルでしか攻撃できないんだ。でも安心していいよ、フィットバトルなら僕に任せて。フィットバトルはいわば運動エネルギーのぶつけ合い。まずは肩慣らしにあいつをやっつけよう。フィットスキルを使って敵を倒すの。いろんなもの。選ぶってこれしかねえじゃねえか。スキルを選んで。あ、そこに選べる。なるほど。スクワットできます。スクワット。カウントの威力は。よし、動こう。息を吸いながら足を曲げよう。いいよ。最高。よし、素晴らしい。いいね、いい動き。膝は前に出さずにもっと腰を落とそう。動かないときはプラスボタンを押す。ちょっと待って、これあと10回もやるのかよ。いい感じ。わ、もうさやめて。よしよし、よしよし、ペース上げていこう。いいよ、よしよし、あと5回。いいね、その調子。あと3回頑張れ。いける、ラスト1回。 OK、 よし、いい動きだったよ。クイキングアウト。ナイス。バンザイプッシュ、バンザイプッシュ。両腕を上げる。さあ行くよ。手を軽く曲げると力を入れやすいよ。いいよ、完璧。いいね、ナイス。よしよし、すごい。よしよし、いいぞいいぞ。いいね、すごいぞ。
オッケー、自分を追い込んでいこう。よしよしよし、筋肉が喜んでるね。これで終わりじゃない。お、レベル2になった。攻撃か。なかなかやらなかった。うわあ、まだや、またあんのかよ。さあ、スキルを選ぼう。ちょっとスタートやめようぜ。ニーツーチェスト。ニーツーチェスト。どういう感じだろう。これきついな。ゆっくり倒そう。ゆっくり戻そう。取りにくい体作りにおすすめの動きだよ。よし。いい汗かいたね。40周もあんの。はい、うん、いっぱいで限界だな。やる
いい汗かいたね。腰を下げて。ビクトリー。伸ばして。ビクトリうわぁ、すげぇ強い運動になってる。いや、戦闘2回あるとこうなるのか。いや、この2回が限界だな。さあ仕上がってきたね。ああやっぱり慣れるなし。うん。ね。いらしてください。よし、では今回はここで終わりたいと思います。次回はボス戦。いや、ボスぐらいはできるかなと思ったけど、全然無理だね。まあ、継続してやって、ちょっとずつ良くなっていけばいいかなと思って。では。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。